観光に関するさまざまな専門家を講師に招いて行われる日本観光戦略研究所の定例勉強会が3日、赤坂プリンスホテルで開催されました。関係省庁や地方自治体、民間企業の観光関係者およそ200人が参加し、観光集客サービス業の発展潜在力と課題と題して、経済産業省の豊田正和商務情報政策局長が講演を行いました。集客サービス、新経済成長戦略におきましても、サービス産業も重要な位置を置いていただいておりまして、その中で、とりわけ観光集客サービスというのを重要な位置づけで置かせていただいていると。観光サービス業の現状については、市場規模は拡大傾向にあること、インターネットの普及などにより消費者の選択肢の幅が増え、ニーズが多様化していること、価格低下圧力が高まっていること、製造業が低迷する北海道、沖縄で高成長を見せていることなどが紹介され、集客に成功している自治体や企業の取り組みなども紹介した上で、成功例や失敗例を学ぶことで自分たちの取り組みに生かしてほしいと話しました。また二階俊博経済産業大臣は、日本への外国人旅行者数が2030年には4000万人に達するとした上で、観光立国推進に向けた意気込みを語りました。我々の目標は2030年に4000万人時代、これ言うのもなかなか勇気がいるんです。道路あるいは鉄道等のインフラをはじめ、言葉の障壁等を乗り越えてどう対応するか、2030年4000万人時代に合わせて対策を講ずる。何でも予算減らせばいいと思っている人たちはたくさんおりますが、私は無駄を省いて、そうしたことを財政の立て直しをするということは大事なんですが、縮こまってはいけないというふうに基本的に思っております。